こんばんは、大島匠です。今回ボンビューの入荷情報をご案内させていただきます。今週2回目になるんですけども、最後までぜひご覧になっていただいて、今回も結構素晴らしいものがたくさんありますので、ぜひチェックをしていただければと思います。それでは早速ご紹介させていただきます。まず1点目が、ポロラルフローレンのショートジャケット、ショートブレゾンになります。リバーシブルになるんですけども、片側が、ツイードのグレーのヘリンボーンになってまして、反対側がベージュのコットンツイルになっています。これ実は全く同じもの前回の仕入れができて、2回目の仕入れになるんですけども、めちゃくちゃかっこいいのでぜひおすすめしたいアイテムになります。ちょっと1回着てみたいと思います。今回サイズ M サイズになります。こんな感じです。M だとでも M でも私でちょうどいいぐらいか、ちょっと緩いかなっていうぐらい、袖が少し長いかなっていう感じです。でグレー側は、切り込み式のポケットがフロントにあって、ジップポケットが胸にあるタイプになります。こんな感じです。で腰位置にアジャスターがついてます。ちょっとひっくり返してみます。コットンツイル側で着るとこういう感じです。でちなみに袖口についてるこのベルトも、ちゃんと表裏使えるようになってますので、どっち側で着ても問題なくこの袖のベルトは出てきます。左手だけ出しましたが、こういう風に引っ張り出して両側で使えるようになってます。でこっちは腰ポケットはフラップのポケットで、同じようにジップのポケットになってます。こういう感じです。これ本当にバランスも良くて素材感もいいですし、めちゃくちゃおすすめのアイテムなので、ぜひご検討いただければと思います。かなりかっこいい一品だと思いますので、よろしくお願いします。続きまして、バーバリーですね。イングランド製のバーバリーのショートブルゾン、こちら表面はポリエステルコットンになります。でもコットン100に近い感じがしますね。ちょっと羽織ってみたいと思います。多分これは私でちょうどいいぐらいですかね。袖の長さもちょうど良さそうですね。こんな感じです。結構簡易的な作りのショートブルゾンなので、お値段的にも割と買いやすいと思います。で割とダメージも少なく、状態は綺麗だと思います。大きなこう当たりのようなものもありませんし、ダメージはないですね。このアームホール、このバランスが本当にたまらなくてかっこいいですね。こうシュッと袖が細くなってる感じもめちゃくちゃかっこいいと思います。で肩も割と綺麗に落ちますので、おすすめしたい一品になります。よろしくお願いします。続きまして、初めて仕入れられました。ずっと気にはなっていて、フランスのワーカーが着ていたブラックモールスキンです。しかもデッドストック。実は今私が着てるのも、これをフランスワーカーが着ていたブラウンモールスキン、こっちもまあまあ珍しいんですけど、ブラックの方がやっぱり希少だと言われています。でオーベルジュさんとかがこれをコピーして、生地を新たに作ったりされてたと思うんですけど、そのシリーズですね。着込んでいくほどにどんどんいい味が出てくると言われています。でちょっとこう独特の光沢感が表にあって、裏側が少しこう起毛した感じの素材感になってますね。デッドストックたまらないと思いますが、ちょっとサイズが実は小さめで、私が着てるのとほぼ同じサイズ感になってきますが、一度着てみます。こんな感じです。いいんですよね。ちょっとこう前下がりの感じとかがとても良くて、バランスがいい、とてもいい感じがしますね。やっぱりちょっとこうアナトミカの空気感があるというか、とても洒落たアイテムだと思います。で、やっぱり着込んでいって、雑に着込んでいっていい風合いを楽しみたいなと思っています。私ぐらいの体型の方、もしくはもう少し小柄な方でちょうどいいと思いますので、ぜひよろしくお願いします。私もデッドストックのものを買って、これからちょっと育てていこうと思っておりますので、ぜひ一緒に育ててみていただければと思います。値段はするんですけども、50年代ぐらいのフランスのワークものなので、とても希少だと思いますし、育てていく楽しみがあると思いますので、ぜひよろしくお願いします。でこちらがブラウンモールスキンです。これもサイズとしてはほぼ同じぐらいかなと思います。やっぱり私が着てるのとやっぱり一緒ぐらいですね。こんな感じです。これもやっぱり独特のブラウンの独特のこう光沢感がとてもいい風合いかなと思います。やっぱりこういうのをガンガン着て、雑にやっぱり着たいですね。放り投げる感覚で着ていきたいなと私は思っておりますので、ぜひ一緒に育ててみてください。
2つしかないので1色ずつしかないのでぜひよろしくお願いします。ちなみにこのフランスのモールスキンなんですけど、ちょっとそれ両方ともこう畳じわだったりこう色焼けのようなものがあるんですけども、一回こう自宅で洗ってみたんですが、割と馴染みます。ほとんど気にならなくなりますので、今新品の洗ってない状態ですと少しこう汚れてる感じ、色焼けしてる感じが見られるんですが、まあ、多少は改善しますので、まあ、その辺は今私が着てる感じになると思っていただければなと思っております。でもう一つちょっと珍しいところで、こちらがフランスワーカーですね。同じく、ペインターが着ていたと言われているホワイトヘリンボーンです。これも60年代ぐらいという話ですね。いわゆるカバーオールになります。これはちょっと緩めで、まあ、いわゆる日本でいう M サイズぐらいになるかなと思います。とてもこう軽い感じの着心地で、いいですね。これはこれで、でこれ一回ウォッシュはかかってるんですけども、これも一応デッドストックです。かなりいい状態のデッドストック、白でここまで綺麗なのはなかなか珍しいと思いますので、ぜひよろしくお願いします。なんかブラウン系のジャケットの上にさらっと羽織ってもらってもかっこいいと思いますし、まあ、こういうのをやっぱりジャケットの上に着たいなと最近は思っております。ぜひよろしくお願いします。これもかなり珍しいアイテムだと思います。よろしくお願いします。はい、フランスワークは終わりまして、続きましてロメオジーリですね。まあ、ジャケットというかこれもカバーオールというかスモーキングジャケットというか、まあ、そういうアイテムになります。かなり柄がしゃれていて、グリーンとブラウン、あとエクリューのようなオーバーペンが入ったウールのジャケットになります。サイズは46ぐらいなんですけど、ちょっと着てみます。私でこのモールスキンのジャケットを着て上から着てもまだ袖が長い感じですね。で75から80センチぐらいの方でちょうどいいんじゃないかなと思います。いいですね。こうターンアップカフになっていて、3パッチポケットで、ポケットの口はそれぞれこうパイピングが施されていて、とても洒落たアイテムですから、生地感はとても軽いので、さらっと羽織っていただけるアイテムじゃないかなと思います。やっぱりこの丈がすごい気になりますね。とてもかっこいいと思います。ロメオジーリです。よろしくお願いします。日本製ですね。続きましてブルックスブラザーズの、これは何でしょう、サファリジャケットテイストですかね。アメリカ製です。かっこいいのが上襟がスウェードの切り返しになってるっていうのがめちゃくちゃかっこいいですね。ライニングはネイビーとイエローのチェック柄です。ちょっとサイズがよくわからないんですけども、一回羽織ってみたいと思います。こんな感じです。生地感としてはとてもこう軽くて、割と、まあ、本当に今ぐらい20度前後ぐらいの時に上から羽織るぐらいのアイテムかなと思います。アジャスターがついていて、まあ、こうアジャスターを調整すると前がこうぐっと絞っていける感じ、まあ、後ろも当然絞れるんですけど、でベローズポケットがついていて、スウェード襟、これたまらないですね。スウェード襟めちゃくちゃかっこいいと思います。割とそれ以外割とこう簡易的な作りになってるんですけども、一応内ポケットが一つついてます。こんな感じです。なかなかこれも洒落てるんじゃないかなと思います。いわゆるサファリジャケットとか、まあ、ハンティングジャケットに近いようなものだと思うんですが、まあ、とても色も上品ですし、素材感もとても上質な風合いがあっていいと思いますね。かっこいいと思います。多少使用感はありますがかっこいいと思いますので、ぜひよろしくお願いします。最後です。アニエスベイのフランス製カシミヤと書いてありますですが、日本語表記はウール100になっていて、多分これはカシミヤ100っていう表現を日本語でしようとすると、おそらくなんかこう検査を通さなきゃいけなくて、でそれには結構なお金が、費用がかかるので、割と小さい会社とか、もしくはまああまり素材にそんなにこだわっ強くこだわってないところとかは、もうそのままウールで出してしまって、ですがまあカシミヤですよっていうのを別のところで表現したりすることがあるんですけど、まあ、多分これはそのアイテムになります。なので一応アニエスベイのタグの下にカシミヤって書いてあるんですけども、日本語表記はウール100になっております。こんな感じです。かなり上質な見え方だと思います。のハーフコートですね。ネイブラックですかね。かなりこう上質ですね。光沢感のある
とてもいい風合いだと思います。まあ、着心地はめちゃくちゃ軽いので、あのストレスはほとんどないと思います。肩がちょっと大きいので、まあ、私が着るとこうだいぶ落ちる感じになるんですけど、まあ、袖も長いのでサイズ2なんですが、まあ、180センチぐらいの方でいけるんじゃないかなと。そういう方が着ていただくと、まあ、カバーオールぐらいの丈になるんじゃないかなと思います。まあ、なかなか上質ですし、まあ、このクオリティで、まあ、このお値段だったら割と安いんじゃないかなと思いますので、ぜひよろしくお願いします。はい、今回は以上になります。実は以前からずっと気になっていたフランス製のワークジャケットっていうのが、まあ、ようやく仕入れることができまして、まあ、デッドストック、まあ、値段はちょっと高いんですけども、まあ、リーバイスのヴィンテージとかも考えると、まあ、結構やっぱりヴィンテージのこう人気のあるものっていうのはどんどん値段が上がっていきますので、まあ、そのあたりも踏まえてちょっとご検討いただければなと思っております。まあ、このブラウンモールスキンもとてもいいですね。こう前下がりの感じがめちゃくちゃかっこいいと思いますので、まあ、このあたりをちょっとご検討いただければ幸いです。ちなみにエコバッグだいぶもう少なくなってきたので、あのもしかしたら前回のロレールの分で配布終了になっている可能性もあるので、ちょっとそのあたりはなくなり次第終了とさせていただきますので、ご了承いただければと思います。それでは、今回終了させていただきます。どうもありがとうございました。